鎌倉時代の後半部分を説明していきます。まずは、特集です。将軍と、それに仕える、御家人の間には、御恩と奉公の関係がありました。はい。何か戦いがあった時には、御家人は命を懸けて戦う。それが奉公です。はい。それに対して将軍は御家人に土地を与えたり、その土地を守ったりしてあげます。はい。これが、御恩です。将軍と御家人の間には、御恩と奉公の関係がありました。はい。そして、鎌倉時代には幕府が誕生します。はい。これは武士を中心とした政治の組織です。はい。なので、今までの天皇を中心とした政治の組織、朝廷とこの幕府との間で、対立が起こります。はい。それが承久の乱です。はい。この時に勝ったのは幕府の方です。ではこの時代、中国で起こっていたことを確認します。チンギス・ハンがモンゴル帝国を建国します。はい。で、その孫にあたるフビライ・ハンが国号を元として、国の名前を元として中国を統一します。はい。で、その後、日本にも攻めてきます。はい。それが元寇というものです。文永の役、弘安の役っていう2回日本に攻めてきます。で、それに対して幕府は、防塁、これは石を積んで壁のようにしたものです。はい。そういったものを作って、元軍が、日本に上陸するのを阻止しようとします。はい。で、それプラス、暴風。元軍はもちろん船に乗ってきていたので、その船が暴風雨によって大きな打撃を受けます。はい。その結果、元軍は撤退することになる。つまりこの元寇は失敗に終わったんです。通常は、戦いに勝った後、御家人は御恩と奉公の関係があるので、将軍から土地をもらうはずです。はい。なんだけれども、今回攻めてきたのは元軍です。中国から来たんです。はい。なので、十分な土地が、もらえませんでした。はい。その結果、御家人は自分の持っているもう土地を売ったり、っていうふうに、どんどん貧しくなっていきます。はい。そこで幕府は特政令を出して、この御家人を救おうとします。はい。この売った土地をタダで、御家人に返させようとしたんです。はい。ただこれは失敗に終わります。特政令などの幕府の政策も結局は失敗に終わり、御家人たちは幕府に対して不満を持つようになっていきます。はい。そうやって衰えていったこの鎌倉幕府。はい。それを後醍醐天皇とこの足利尊氏らが1333年に滅ぼします。はい。そしてその翌年、1334年、この後醍醐天皇が建武の新政を行います。はい。天皇を中心とした政治に戻したんです。で、それに対して武士は不満を持つようになります。はい。その結果、足利尊氏が兵を挙げて、この後醍醐天皇と対立していきます。はい。その後、足利尊氏は京都に新しい天皇を立てます。そして後醍醐天皇は奈良の方に逃げていきます。はい。なので、二人の天皇がいる。そして二つの朝廷があるという状態が、60年続きます。はい。この時代を南北朝時代と言います。